悪い
挨拶です。幸せだなって今すごく噛みしめてます。不器用な私が9年もプロレスを続けてこれたのは、みんなが私を支えてくれて応援してくれて、ここにいるみんなが本当に大好きで、東京女子プロレスに出会ってもっともっとプロレスが大好きになりました。もし嫌なことあったら、お家で寝てるより東京女子プロレスに会いに来た方が絶対幸せになれるから、だからみんな、ここにいるみんなに幸せをもらいに東京女子プロレスに来てください。私の一生の宝物です。ありがとうございました。それでは引退の10カウントゴングを行います。ラッコチェイサー勝ったな。はい、なんか直前で怪我してとかで、なんかその引退ロードの中になんか不安がずっとあったから、今こうやって無事に元気に終わって笑顔でリングを降りれたことと、とにかくみんながあったかくて今本当ああ幸せだなって思ってます。なんか本当にすごく幸せなプロレスラー人生を歩ませてもらったなと思ってるので、本当に応援してくれたお客さんにも仲間にも、その会社のね大人の人とか支えてくれた人みんなに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、はい、ありがとうございました。もちろんプロレスラーとしてやり残したことは一切ないないです。本当になんかいい意味で本当にすっきりしてて一個も後悔ないです。はい。まあこの直前まで欠場で、はい、まあ、ちょっとお客さん的にもこう不安があったのかなって。そうですね、だと思うけど、なんか前回の後楽園でかけるとカミーユのシングル見て、なんか2人の思いを感じたりとか、周りの温かさとか、なんか怪我したことによってっていいことじゃないけど、でもああなったからこそなおさらなんか、あ、なんか恵まれてるなって、すごく周りに温かい人がいるんだなっていうのを感じれたので、うん、そう、もっと試合見たかったってお客さんはねもちろんいるかもしれないけど、私は本当に幸せだったなって思います。改めて、まあ、明日から新たに、はい、そちらに向けてはいかがですか。そう
ですね、まあ、もちろん年内はまだそうなんかもう二度と会えなくなっちゃうみたいな感じで私もバイバイって言ってきたけど、明日からプロレスラーではないけどまだ皆さんの前で会える機会とかいただいてる仕事はこなしていく中で、だからまだ一般人じゃないよっていうのは言いたいけど、でもあの会見の時に引退の会見の時にお話ししたやりたいことがあるっていうものには着実にちゃんと前に進めてて、いい報告がもう確実にできますと今ここで言い切れます。はい新木場のリングっていうのはデビューした場所でもあり、はい、ラストマッチの場所でもあるんですけど、うん、今日はどんな思いでこの会場に来ましたか？そうですね、やっぱ一番思い出深いのが新木場だけど、なんか、ね、6日もあったし、あ帰ってきたなとかそういうわけではないけど、やっぱりこうなんだろう、変な話、こうリングから見える景色よりもこうバックステージだったりとか楽屋のみんなのわちゃわちゃっとした空気をすごくなんか噛みしめてましたね。あやっぱりなんか好きだなって思いました